それがこの4人が出てる動画なんで、今回この4人を呼んだんですけど、タイトル言っていいですか？はい。これ5年前の動画ですね。5年前。845万再生。ああ、じゃあ人気。そうなんです。ちゃんと人気ですよ。タイトル。はい。ドブ川にドブン、サバイバル幅跳び。は？っていう動画なんですよ。ねえだろ。あるんですよ。そんなもん。今、へそ。これね、すごいんですよ。おお、覚えてね。本当に面白いんですよ。一回、このまま見たいんですよね。みんなで。ああ、なるほど。じゃあ、再生します。はい。はい。いや、どうもどうも、てと。レイト。ルマンと。みじめがいな。皆さんね。はい、ちょ、まずこれもう、雑魚すぎるんですよね。雑魚すぎない。ダメ、ダメ。全員雑魚すぎない。しばゆうやばいですよ、これ。なおきになりすぎでしたね。めっちゃなおきやん、ほんじゃ続きいきますね。もう岸から飛ばなきゃダメだーっていう瞬間あるでしょ。その幅を飛び越えなければあなたは死ぬ。その時のために練習しておきましょうね。今回このクソほど汚い池にやってきました。端っこがこう角になってるので、角のなんだろう、立ち位置、これ立ち位置バラバラすぎだよ。こんなちゃんと整列してないよ。三脚立てて横並べよお前ら。俺ってなんで俺持っとんだ。しかもいつもさ、最近だとさ、こういう時あるじゃないですか、ないだろってね。それが何もないね。結構みんな出てきてるんだよ。もうこうじゃないですか、ということで。早っ !15 秒しか経ってないんだよ、この動画。もうね、入りのなんか終わりそうだね。手終わってるもんね。かわいい、ピースしてるの。見てる？えぇ、そして今からね、あぁ、何だろう。いいじゃん、面白くないって。いいじゃん、怖いよ。ピースができなさすぎるもん、選手たちみんな戸惑ってるもん。この顔見て。バカめ、プロはどの時でもその場で対応しなければならないのだ。いや、それ。やっぱこのメジャーいらねえや。スタート地点にこの花置いとくね。やばいでしょ今。え、ちょっと待って、逃げそれからスタート地点にこの花置いとくねまでの流れやばいでしょ。ついていけないな。これ何やってんのここ。全部わかんない。なんだろう、おじさんになっちゃったから。これだって池じゃん、これは。これ池だ。どういうこと。あれじゃない、もう意味わかんなすぎてみんな何やってんのわかんないから再生数多いんじゃない。理解に苦しんでんだよ。いや、面白いんだって。やっぱこのメジャーいらねえや。スタート地点にこの花置いとくね。鳥がいる。あ、開け。え、もうやんの、もうやんの。何が、何が、何が、マジで。え、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 何が、何が、マジで。今言ったね。成功。いいな、もう成功なんだ。これは、これはちげえ。ああ、ああ、いや、俺落ちてない、俺落ちてないぞ。リーダーなのにな、ここでやるかやれないかの判断ぐらいできないのは落ちてもらうわ。もう意味がわかんない。難しい。すごい。待って、遠っ。いきます。力30センチ。3、2、1、開け、上の扉。飛ばねえじゃねえか。開かねえ、夢の扉。あー、落ちたんだ。え、落ちたんだ。ザコザコ、お前なんかやんの、それ顔落ちすぎだよね。使い回しすぎだよね。もう出しちゃってるもんね。ね、こんな落ち方したら。あ、俺も怒られてる。あ、場所変えてる。カメラマンピョンと。全然諦める。あ、危ない危ない危ない。それでは再び岸から10センチ。なんで俺もう一回最初から。いや、自分でいいや。おーし、おめでとうございます。じゃあ飛んで戻ってきていただいて。いや、みんなのテンション絶妙なんで。浮かすんだ。完全なリズム。え、待って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 、バル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 。名前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 。よかった。力40センチ。終わりだったんだ。また切られたのかな。川飛んじゃダメだよ、危ないから。もう良い子でねんです。おやー、再び岸から40。マジで怖い。なっ、怖い、怖い。いや、怖い。惜しい、悔しい。この時点で3人が死亡し、僕の勝利が決定。帰宅ですかね。おい、あー、行くな、行けるわ。明治相撲にチャンピオン行きます。
終わり終わり。いやサメちゃんの初投稿スタバだもんね。初って生卵こうだね。生卵こうだガチで引く年もYouTuber 見たことなかった。あの時 YouTuber ってのいなかったから、なんだこの変な人。本当にその顔してたよね。変わってなくない？顔の感じ同じじゃない。何にも変わってない。ファッションも一周した俺。マジで変な人。お前さ頑張り始めたよさ、友人にあんな顔すんな。僕だって手下手下の雰囲気があったら絶対立ちない。僕が挑むギャンブル、ランダムに選んだ東海オンエアの動画で誰かが的受けの十字架を絶対に背負ってます。なるほど、その動画に出演している人ね。はい、めっちゃ楽しそうやん。もうすごいよ、たまんねえな。これめっちゃ楽しんでるわ。ガッソすぎる。602本上げてもこれなんだぞ。大変だよ YouTube。 大変だね。大変ですね。君らが始めようと思っても602本後これだからね。遠いな。まだここなんだよ。まだここだぞ。画面黄色でないないですね。あー割り箸で負けました。5番目がね、いただきます。うぎゃー、差し上げます。ありがとうございます。ドッカーンドッカーン。いやー儲かりますね。いや儲かっちゃってますね。儲かりますな。儲かりねがね。いやすごいね、我々あのネタが取ろうってなったのすごい。純粋な心だよね。あれ困った時楽しもうという心のみだ。まあみんな一緒だと思うんですけど、ここの一瞬ですね。はい、金か。すぐ何言うの。あー、そっちか。それか。めっちゃうるさいけど、かわいそうやってんじゃん。まあまあまあ、選択肢のやつが入りました。違うのみんな。いや、違うでしょ、そりゃ。違うんだってことはね、こっちの4人はもう全員一緒ということで、まあ確実に同じだから。同じ、さすがに同じだと思う。こちらです。なんてだよねー。わかる。まず、あー、おもろすぎる。同じでーす。でのね、同じです。同じです。これでしょ。なんでもない一瞬なんだけど、パッてカメラ向けたら、なぜかカイトがゲンプって言って、シバユがナンペって言って、後ろでシバユがで歩いて言ってるだけの瞬間。なんでそれ。わかりにくい。これでしょ。それではねえ。私にじゃあどっちかというと新しい気味なんだ。俺なんかね、別に前も好きだったけど、最近のも好きだなってやつ。おい、久しぶりだな、お前。おい、久しぶりか。おい、お前もだな、ほんとに。わかる、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 合ってなさすぎでしょ。最後の哲也のこれが、空振りがね、最高に面白いんだよ。これはまあ確かに面白い。これは好きだね。シンクロ率で言うと、やっぱ原譜ナンペが。ギャンプなんてか、何ちんぷなんて何。もっともっと一瞬のきらめきみたいな感じで思ってられたんで、編集で化けたなっていう一瞬をちょっと持ってきてしまったんですけれども。なんだ。いや、ここ好きなんだけどな、結構。おおばすでやばーい。おばすでやばーい。いや、あの動画の編集はマジで編集で化けた。あれは編集で化けたな。意外とみんな知らないんじゃないかな。他二つはもう言うなって、だってもう金曜ぐらい見てると思うからな。じゃあなんか夢丸さん後ろから見ただけ。誰ですか、これ。あれ、めちゃくちゃ
なんかスタイルいいじゃないですか。絶倫星人みたいな感じなんで。誰ですか？なんか。じゃあこちらのシーンですね。はい、どうぞ。体重しかるのしたやつ。クソデブだからね。おお、クソデブって言うな。行くよ。何にタモかぶってんの？なんでしゃべりかけたよ。好きだわこれ。おもろいね。ツッコミなんか棒読みなんだよな、ツッコミは。そこもいいんだよね。なんで走るのやめて言うとかじゃなくてね、両方言っちゃったんですけど両方見えてる感じがおもろいんだよな。なんでかいいですね。夢丸にデブって言うと怒るっていうくだりもあったあったな、もう怒れない、もうない。あの時俺クソデブって言ってたんだよね、いじってたのね。確かに全然クソデブじゃなかった。もう気づけるかどうかすらも紳士力が試されるところだね。いかに周りを見てるかってことが試されるかもね。はい、5つ目は坂の上で女の子が転びます。あら、でフルーツをたくさんこぼしてくる。転がってくるフルーツをどうするか、それを見て紳士力をやりたいと思います。はい、最後はあーこれ、そういう場合ね、紹介シーンとかいいな。僕の声すら入ってないんだよ。淡々と二人喋ってるから。見ちゃいけないものが見えちゃうみたいなね。いやー、尺の短さも相まってね、いや面白くしていただきました。いやー、おもろい。いやー、ありがとうございます。おわらかすなって、お前わらかすな。あー、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 お好み焼き。はぁ、これは聞いていいですか、何だったのか。これは本当にお好み焼きを食べたかったんですよ。間違いなくそのお好み焼きが食べたいまま倒れちゃったから、もうお好み焼きっていっちゃえみたいな雰囲気だった。脳みその中の引き出しがお好み焼きでパンパンだったんだよ。そう、えってつやが宇宙クイズ、ね、宇宙クイズはコスモゲンですね。ちょっとああこれめっちゃ好きなんだよね。あれもなかなか癖あるありますよね。癖あるぞお前これ。トシミツが俺を笑かそうとした発言ね、俺笑っちゃうんだよどうしても。宇宙に何個あるでしょうか。よく聞いてください。いや本当にわからんで。相当でかいこと今分かっていただけたと思いますよ。何個でもいいな。正解した。何個でもいいとか言うんじゃないよ。もまあ減る。それ減コスモ。コスモ減だ、コスモ減。しょうもないしかも宇宙豆知識いつや爆笑するとこう思われていたじゃん。実は狙っていってるのもたくさんあると思うんだけどね。もう最近噛んだだけでエラーって言われるんだよ。いじめじゃんそんな。噛むはなさりは誰だってエラー。お茶は冷たいの温かいの。あ、じゃあ温かいの。あっちめちゃくちゃあっちあっちなんで冷たいで。あのプレイだ。じゃあこれいきますよ。これ俺かな。まあ俺が全力で書いた結果はこちらです。真剣なんだから。空間ギャーッとしてないよ。ちょっと止まりすぎでしょ。これあれね、初手のね、笑いはハッハッって軽く入ってたけど、じわじわね、ツッコミが止まらないタイプじゃん。見れば見るほどおかしいんだよな、やっぱり。おかしいよなぁ。夢丸さんはこれあの、これなんだ、ダジャレのあー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 てつやのやつかな。ダジャレのダジャレやつだね。そうそう、で、こうやってやってるんですけど、みんなマスでダジャレだと思ってます。りょうくんだけ月でダジャレ取ってて、全然意味わかんない文を書いちゃう。一言目言われた瞬間大爆笑した覚えあるわ。てつやよく面白ノックアウトされてんな。俺大体のスクショ撮ってるこんな顔ばっかやお前。もう寝てますね。はい、これアウト。いやもうほんと気づかないんですよ。こんな寝るよ俺。好きかい。好きよ、早すぎるよ。ほんとにやだ。あーできた、できた、できた。あっおおそうとせずに笑ってしてるタイプですね。そこにあるクラッカーの一見クラッカーみたいなやつ、トライするがよい。トライ
はい、いきます。びっくりした。お答えください。クラッカーの中に臓物臓物です。さあ、大丈夫。お前ぐらいはここなの。お前ふざけんなよ。ゆうこ、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 ゆうこしまじけんね。バカバカしい。バカバカしい。こんなに面白い。面白い。めっちゃ切れてる。めっちゃ切れてる。ただいろいろ手間終わりましたね。これいくか。これいくか。あんま稼ぐなよ、頼むよ。走れ、行こう、行け、走れ、走れ。総額、総額、総額、本当にやばい。いや、もう気持ちがない。うわー、痛い、死んで。危ねえ、これ死んでるよね。目痛い。めっちゃ危ねえ、顔。いっていや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 いお前の彼女はいただくぜ。オッケー、お前の彼女はいただくぜ。で、走り出すわ。いいでいいよ。いただきます。本番です。本番だ。あ、くっつまりそう。甘かったな。重なった。あー、重なりました。白、お前。俺あんだけやっといて NG のメインがさ、俺関係ないっていうのまた思い出しちゃう。神 NG シーンでした。いや、いいですね。俺かな、それか。量って思い込み一回やめるとしたら、サッカーで蹴りの苦手な俺がめっちゃ溜めてる。いや、サッカーじゃないな、パントキック。あー、はい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 。俺めっちゃできなかった印象ある。多分ふざけてる気がする。今にもちょっかけてる。紹介させてたね。正解発表します。はい、はい、正解はこちらです。一旦もう目開けたバージョンで、はい、正解だと。え、あれ俺じゃね、これもしかして。じゃあ、あそこか、まさか。確かに。あーあすげえ。そっちか。こうなってたか。なるほど、前か。俺だよ、完全に。今分かる人いたのかな。めっちゃ気になるわ。すごいわ。いや、むずいな、今のは。なんかね、俺からしたらもうそれにしか見えてなかった。ああ、なるほどね。どうなってるの。ユースタスキャプテンキットじゃないガシャ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 。一つ道具を持ってます。うんね。で、そこまでシルエットに入ってます。にしてもなんか繋がってんなんて。頭の結構特徴的じゃないか。こんなさ、手塚さんみたいなうちに。こちらが正解です。答えの側を取り出すためには遠心分離。うん、これが一番なんですね。なんで今から遠心分離します。え、すごいそれ。そんな機械を用意したんですか。めちゃめちゃ高いです。ちょっとね、形何こいつも。もうすでに形何。それ何。やったー。わー、死ぬかー。なんだこのシーン。すごい、これが現代の遠心分離だ。ソファーに足乗っけてるわってたね。形は正解だったけど、いや 100% 出てこない。これはファッションからやってることから何って気持ちいいわ。こいつ何なんだよ。これを罰ゲームじゃなくやってるからな。夢丸どうぞ。いや、もうこれは無料プロだとしか俺は思えんかったわ。ここのシーンは乗るときで、その後バヒーンってなると思います。正解はこちらです。見てからやる。どうやー。緑だよ。押さえてるから、ちゃんと。ちょっと待って、間違えちゃった。ちょっと待って、間違えちゃった。あー、いや
違う違う割れたシーン、折れた後かこのシーンです。バキーンのシーン、なんでちょっと待って、いやいやこれで出てるこれじゃないのよ、これ編集ミスですね。違う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 、これ歩いてきちゃう、違う、これ出ちゃう、これ来ないから、これは今年1だと思ってるんだよ。いやさすがにおもろいな、マジで面白い、ちょっと塗る気ですよ、これですよ、マジで。新川哲也で最後ドベを発表する瞬間です。としみつの好きなものの詰め合わせを買っていた僕が、なんか豆腐のアイスみたいなのを作った千葉優香。みんなすごっ、マジか。これはね、俺も次は覚えてるんだ。前髪短すぎるだろ俺ふざけんな。その時はなんか、なんだろう、気にしなかったんだよね。ちゃんといい、なんて長さだと思ってたからめっちゃ短いイメージだ。今見たら面白い前髪じゃん普通にやばくない？発表してください。サントリーマームでーす。サインが何がどっちだっけ、どっちだっけ。サインを選んで、サインを、政府を発表するんだよね。ん？政府を。違う、罰ゲーム。あ、アウトね。いやー、ファン怖いっすね。ほーら、あ、すごいね。A の数まであって。あ、一個間違えた。カズナムでーす。これね。やば、お前。これは、単純に、じゃあ、これ単純に、俺が良かったを発表するのか、良くないを発表するのか分かんなくて。直前に哲也が言ってるからね。両者芝居どっちかドベって発表してくださいって言って、普通だったら芝居言うじゃん。結果的には。なのに、両が買ってきた中の一部のカントリーマームをカントリーマームでーすって出してるのよ。あ、じゃあ、俺今気づいたわ。くちゃくちゃだよ。そしたら、政府を発表するんだよね。政府単純に、だから、自分の好きなもの取っちゃったんだ。ドベを発表しろって。怖いシーンでしたね。これすごかった。怖っ、お前。怖っ。えここです。怖っ。このね、めっちゃ覚えた哲也と二人でさ、ギョーンギョーン。何この動画。これはマジ誰も覚えてない動画。誰も覚えてない。誰も見ん動画これ。本当にいいな。本当に誰も見ん。ようやってるねこれ。いやもう本当にこれはね、リーダー権限の乱用だったね。これでなんと目で見えない赤外線も捉えれるんじゃないかということで、もしこれが見えたらね、光線銃のバトルですから。冴えました。冴えた。あ、冴えたの。冴えた。冴えたのね。あ、冴えた。困らんで、そんな大愛想笑いなんだけど。やばっ。やばい。困りすぎ。困りすぎ。めっちゃ見たい。無人島予約してない時の消しゴムと同じ。マジで並べてほしいわ。マジでほぼ同じだったもん。バトルですから。冴えました。明日バイトなんだよね。え？狙い TV の原点だったこの動画。冴えました。そう、何がカーンってなった。赤外線で動画撮れるわっていうのに。あ、そういうことか。俺が冴えてたんだ。冴えました。やばした。どっちかっていうと、あとに哲也の顔もやばいんだよ。あれが正常な人間の反応だからな。よくやまんでここまで来たんだよ。楽しませて笑ってますよ。すごい。ちょっとやっぱ保守的な方だとこれ選びがち。これ選びがち。そうだね。そうだね。一応なくはないね。これどうする、これ写真撮っとく。いや、動画残ってる。動画撮ってる。動画撮ってる。お前いい加減にしろ。下げんなよ。これ、この顔見て。この顔やば。カメラだみたいな。下がってない。ふざけんな。正解どうぞ。クシシウー。やったー。これはやばい。としみつはこの時にビー玉は綺麗だよって言われたじゃん。この時としみつは美しいしって言いたかったらしいのよ。クシシって一回言っちゃったから、そこでエラー起こっちゃったで、美しいのウーがウーしか言えなくなっちゃった。ぶっ壊れてるよ。うちのおへうですね。アイヌの方にね、おはうという料理があります。ごはんを作った料理ですね。まあ魚とかを入れたおじやみたいなもんなんですよ。おじやそれの逆、おへうですね。そのご飯は大体30秒あってます。こちらは何ですか。巨大なマシュマロコーヒーパウダーですね。軽く焼き芋です。おい、これこれ、このくらいの硬さ、ビヨンビヨンみたいな。フリスビーよりは柔らかいくらいのね。いや、ちょうどフリスビー。こちらに、ツナ、いいですね。この炙ったマシュマロ、あ、美味しそうだね。あ、のこのこボリューミー、本気ですね。はい、ちょっと弱火にしまして、で、最後にお塩、ドーン。それは何ですか。これはね、
歯がキシキシになります。あ、なるほどね。まあ最初なんでこれしょ。こいつはいい加減にした方がいい。これはふざけんなですね、マジで。お、全然本気じゃないよ、これ。いやー、惜しいと思ったのよ、なんか硬いご飯だけ合ってる、うん、甘いっていうのと、あの漠然とした色だけ覚えた結果、マシュマロとツナが合致してピーナッツバターになってました。凝縮してこれ出したから、うん、あの時初手にこれが出てきて、哲也それでもう負けかもしれんって言ってあいついい加減にした方がいいな。あいつはね、ひどい。いや、これだったら優しいよね、うん、めちゃくちゃまずかったの今思い出した。いや、面白い人たちだった。